廃墟になってしまった祖母の家、 DIY 素人の兄弟で再生、廃墟復興を目指して。お疲れ様です。お疲れ様です。今年ももうね終わりということで、今年も母屋の大掃除をしていきます。はい、年末大掃除をはいしていきましょう。はい、自分の家は綺麗にしましたか？あ、いつも掃除はしてるので特にすることはないですね。はい、じゃあまあそんな感じで、まあ、弟はここも自分の部屋と思って、はい、そのくらい綺麗にする気持ちで、はい、やっていきましょう。はい、じゃあまあ2023年を振り返りながら、うん、はい、やっていきましょう。一年の感謝を込めて、そうだね、やっていきましょう。はい、それでまず物どかしてバッと吐いて雑巾がけをするけど、はい、まあ、ちょっともう氷水みたいに冷たいから水が、ね、だからちょっとお湯を沸かして、はい、これでまあぬるま湯を作って、それで雑巾がけをやっていきましょう。はい、はい、それで沸かしてる間にこれ今片付けていく。ああ、いいね、物を。確かに。はい、じゃあこの作戦でね、はい、はい、やっていきましょう。いいじゃね、はい、川の水を汲んでいきます。今年ももう終わりか。早いもんですね。ほんと早いね。うん、ほんと早いもんだ。よし、じゃあこれを、はい、じゃあこれを火に、はい、かけておきます。はい、これで待機ですね。はい、この間に片付けを進めると。はい、やっていきましょう。やっていきましょう。はい、それではまず上のものをどかしていく。そうね、今年の漢字は税だけど、あ、税だったんだ。そう、税。いとこ的の今年の漢字は、うん、難しい質問だね。負け、ま、負ける。そう、おー、それパチンコで負けすぎた。やめ、あ、パチンコをやめる。いいね、やめ。この草刈りセットは取り扱いだね。夏までは使わんし、こんなことしまったことないやろ。今年一年の漢字、はい、挑むですね。おお、挑む、まあ、挑戦の年、はい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 、だったかなとは思いますね。いろんな人に挑戦してきたと。はい、着工も始まるのでね、来年。はい、怪我なく、安全第一。はい、健康に。はい、です。おお、なるほど。これは空の缶の地下、これはこのままゴミだ。そうだね、全部空。マグロもあるな。
お湯が沸いてました。もう少し保温ですね。物はなくなったので、次は入っていきます。
最後に雑巾がけをしていきます。出てる出てる。土足とかで上がっちゃうはするけど、まあ年末くらいはね、最後は綺麗にこうで、絞りすぎんくらいがいいかな。じゃあそう、やっぱ泥があるから一瞬で水を吸われて、泥泥とか土で土と埃が吸う、ね、一瞬であんだけ真っ白だった雑巾が。だからいけるね、雑巾がけ。何が雑巾がけができる。雑巾がけ、それ雑巾がけ、どういうこと。雑巾がけしてるじゃん。あ、じゃあ、ダッ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 って行きます。あ、でもこれ滑ってる。綺麗になる。久々だな。雑巾がけする。できた。おお。おお、綺麗になるね。うん。やっぱり。満足満足。もう1年終わるね。ミスなの。ああ、なるほどね。でもここ取り壊しじゃない。なオイルステインも塗っていいんすか。すぐになくなる。うわ、切るんだ。切った。今日の夜はここでみんなで鍋だね。ここに台を置いてこうやって。あ、まあできんくはない、ね、今なら、うん、綺麗だから寒いけど、うん、めちゃくちゃ寒い。隙間風どころと騒ぎじゃない。風が襲ってくる。今日の夜はここで寝ようかな。年ね、年最後は、うん、いいじゃん、もう、うん、いい、ここで、そうしな、うん、年越し、そうしな、食べる年越し廃墟で行くわ。やっぱいいですね。寝れる。寝れます、寝れます。それ服やばい、やばい、終わったな。え、本当？あ、そうでもないか。やっぱ雑巾がけしたからね、綺麗になった。そう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 、でんぐり返しもできるよ。
最後の雨漏り対策は終了です。まあもう年明けからは着工になるんでね、なるべく濡れないように気をつけて見ていきたいと思います。はい、じゃあね、年末大掃除が完了しました。はい、すごいスッキリしましたね。そうだね、綺麗になったね、うん、これで気持ちよく新年を迎えれますね。はい、これを見れるのも最後。そうか、もうここもなくなっちゃうんだもんね。そうだね、取り壊しか付け足しかどうなるかわからんけど、着工が始まるからね、うん、来年はもうここは玄関じゃなくなるからね、多分。今年も1年間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは、皆さん、良いお年を。良いお年を。良いお年を。お年玉くれるの俺。ねえだろ。お年玉もらうチャレンジ失敗でした。